皆さんは歌舞伎ってどういうイメージをお持ちでしょうか。手を前に突き出して片足でジャンプする、こういうイメージをお持ちの方多いんじゃないでしょうか。これは例えば勧進帳という作品で武蔵坊弁慶が演じます飛び六方と呼ばれる動作です。急いで走り去っていく様子を誇張化したものです。あるいは長い髪の毛、赤だったり白だったりする髪の毛をぐるんぐるん振り回す、こんな動作をイメージされたりしませんでしょうか。これは中国の想像上の動物であるところの獅子が演じる毛振りと呼ばれる動作です。日本舞踊にもなっていますけれども、写経ものと呼ばれるジャンルで見られるものです。歌舞伎というと語尾を伸ばすような独特な喋り方をするというふうにイメージされている方も多いと思います。このようにですね、歌舞伎というのはステレオタイプ化したイメージを持たれています。今お話ししたようなものは非常に特徴的ですので、そればっかりがクローズアップされるという側面があろうかと思いますけれども、必ずしもですね、それが全てではありません。飛び六方、それから毛振りですね、ごく一部の作品に限られていて、しない作品の方が大半です。あるいは語尾を伸ばす喋り方というのも、今の我々が喋っているのとさほど変わらない口調で喋ることだってあります。歌舞伎どうしてそういうイメージを持たれるかというと、古典芸能だというふうに思われている方が多いと思います。実際200年300年前の伝統を継承しているわけですけれども、歌舞伎は必ずしも昔から古典だったわけではありません。例えば近代、明治時代ですけれども、歌舞伎の古典化が進んでいきますが、一方で、例えば西南戦争や日清戦争を題材にした歌舞伎だって作られていました。生きた演劇として歌舞伎は機能していたわけです。さらに遡って歌舞伎が誕生した江戸時代ですけれども、今のようにですね、エンターテインメントが多様化していなかった、テレビもない、インターネットもない、そういう時代において、歌舞伎というのは第一級のエンターテインメントだったわけです。そして現代ですけれども、200年300年前の伝統を継承しつつですね、その一方で、例えばアニメのワンピースやナルトが歌舞伎化され、あるいはニコニコ超会議で初音ミクが歌舞伎を演じる、それから平成最後の日にですね、京都の南座という伝統ある劇場でキャリーパミパミが歌舞伎とコラボをしたライブを行うということもありました。今もなおですね、歌舞伎は生きる演劇として現代の日本文化にインスピレーションを与えています。温故知新という言葉がありますけれども、歌舞伎はまさにそういう舞台芸術であると言えると思います。